Good morning, everyone. 英語がわかると医療がわかるの111回目、ピチュリタリーグランドということで、なかなかですね、発音が難しいし、まあ、しかもですね、脳の話をしているんだろうなっていうことは、イラストのあれからわかりますけれども、何のことを言ってるかっていうのが、なかなか難しいですよね。ピチュリタリーというのがですね、まあ、そもそも何のことはわかりません。グランドっていうのはですね、まあこれ学校のグラウンドってものがありますので、なんとなくイメージができますよね。グラウンド。一体何を言ってるんでしょうかね。まあこのピチュイタリーグラウンドっていうのはですね、これは下垂体のことなんですね。まあグラウンドっていうのと、まあ体っていうのはですね、もしかすると、まあ少しイメージがね、ギリギリできるかなという気がしますけれども、まあやっぱりね、日本語で言われると、あ、というふうに思ってもですね、英語だと、うん、という気が、まあ、するかもしれませんね。下垂体には前葉と後葉というものがあって、まあ、それぞれホルモンを分泌していてですね、まあ、この辺が、まあ、内分泌系で学生時代皆さんを悩ませたところかもしれませんね。まあ、人間が生きていく上では非常に重要な部分となってきますが、まあ、ちょっと勉強するのは難しいかなという気がしますね。ではこのピチュイタリーグランドという言葉を使っている病名なんかありますかね。下垂体腫瘍というものがありますよね。まあこれは、病名としては聞いたことがあると思いますし、脳神経外科の病棟では、まあ、たまにね、この下垂体腫瘍で手術をされている患者さんがいるんじゃないかなという気がします。というわけでピチュイタリーチューマーということで下垂体腫瘍ですね。では皆さん今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a good day.